はい、どうもしめじです。仮面ライダーシティオーズやっていきたいと思います。はい、というわけで、まあなんかね、こう喋りにくいんですけど、一回撮ったんですよ。一回全部撮って、で全部説明して、で20連私引いたんですよ。そしたら、録画されてなかったっていうね。もう最悪ですよ。もう20連引いた後なんです。石が今237個ですけど、私、20連引いた後なんですね。で、まあ、結果はどうだったのかっていうか、まあ、いろいろ説明しながらいきましょう。まあ、イベントが始まっております。今回ね、新しいイベントが始まっておりますよ。これね、もう、これですよ。ランキングイベント。俺を超えられるのは俺だけだ。輝く力とランキングバトルってなわけで、私もう8級まで出して、で、現状がですね、170位ですね。はい。というわけで、まだ、とどめなし、しめじアットマーク、とどめなしでね、とどめなしで走ってたんで、引いてなかったんで、まだ、この名前の時は。で、とどめなしを外したいですねって言いながら、20連引いたんですね。で、まあ、今回、シャイニングホッパーと、ローグ、プライムローグなんで、もう、ぜひともね、ドロップ特攻欲しいわけじゃないですか。メダル集めたいですし、ね、いろいろあるじゃないですか。で、前回の、金曜日の昼までね、メダルガシャが終わっちゃうんで、700枚だったんですよ。で、1000枚まで届かないなーって言って、300枚集めるのちょっときついかなっていうことで、700枚を、500枚と200枚に、分割させていただいて、私、200枚で、どれが当たったんだっけ ?200 枚で、これです。はい、ラビットタンクベストマッチ Are you ready? ってことでね、いらないっていうね、これを当てさせていただきまして、まあ、200枚ですから。で、500枚の方でこちらですね、俺は最初から最後までクライマックスだぜ、俺の必殺技パート2ってなわけで、デオンの必殺技ですね。まあこちら、微妙かなと思ったんですけど、私、個人的に BC しかデオン持ってなかったんで、まあ必殺技、レベルをね、レベル8まで上げさせてもらって、まあ、装備させていただいております。これはまあ良かったんじゃないかなと思います。で、覚醒解放も取らせていただいております。まあちょっと余裕を持って取ることができました。特攻なかったんですけど、どれです、これですね。はい、こちらですね、ハイパーカブト。これめっちゃ強いんですよ、本当に。 TRK もついてるし、A ラッシュ時間延長プラス2秒もついてるんで、これはなかなかね、強いんで、今まあ私オーズに装備させておりますけれども、いいんじゃないでしょうか。で、今回はガルルですよね、覚醒解放ガルルですね、シャバの空気でも吸いに行くか。これももちろんもう取らせていただいて、まあ、星7まで進化をさせております。まあ、これで牙を強くしていきたいな。そして、メダルもいっぱい取って、ドロップ特攻を取って、でいっぱいメダルを集めて、まあいろいろしたいなみたいなことを喋ってたわけですよ。録画されてなかったんですけど。で、500枚の、ヒーローストーンをですね、私投入して、まあ、取れてなかったんですけどね、引きましたよ、20連。そしたら、こっから先ですよね。こっから先ぐらいが20連の、とこなんですけど、まず、アギトのマークに、マークがついて、虹に光らず。で、まあ、この辺ですよね。こっから 10個ですから、こっからかな。ここから10個でね、まあ、グラススラッシュとかね、知らないですけど。で、星4のね、ドラスの野望は俺が止める、Z キックとかね、ブランコキックが当たったりとかして、もう星4しかないっていうね、これ大爆死ですね。はい。で、まあ、20連目が多分この辺からなのかな、わかりませんけども、外部のマークがついてですね、もちろん虹には光りませんでしたので。こんな感じですよ。ね、見ていただいたらわかると思います。ちっちゃい画面なんでちょっとわかりにくいかもしれませんけども、まあまあ、とにかく何も渡ってませんよ。はい。お前を止められるのはただ一人、俺だ、ガスティスラッシュですね。ガスティスラッシュですね。こちらが、特攻なんですけど、まあ、いらないんですよ、技なんで。というわけで、あーもう爆死やーんって言ってパッと見たら、録画されていませんみたいな状態になって、はあもうどうしたらいいんだと思って。で、まあ、石がですね、今現状237個ですね、ありますので、まあ、ミッションやったりとか、まあ、ストーリーをね、ずーっとやってなかったですよ。貯金のつもりでずーっと残してて、これをチャプター18の途中までやったんで、まあ、これ500引いた後ですから737個まで貯めてた状態なんですけど、あれ、クロスリンクシステムって私、無課金なんで全然関係ないかなと思ってたんですけど、あれ、ちゃんとストーリーに絡んでくるんですね、話として。クロスリンクシステムみたいな、リンクシステムみたいな、ね、すげーと思ったんですけど、まあ237個今あるんで、ちょっとストーリー走って13個集めて、泣きの、
30連目をですね、引いていこうかなと思います。なので、ストーリーを走ります。こんな感じでざっと説明させてもらいました。まあ、簡単に言うと、俺20連イベガシャ引いたけど取れてなかった、でも結局爆死みたいなね、そういうことです。バナナアームズ、ティッティキティ。はい、というわけで、クエストミッション達成報酬ですね、これで、何個ですか、15個ゲットしましたので252個ですね。これで、泣きの30連目をですね引いていきたいと思います。イベントガシャ、まあ、20連は取れてなかったんですけれども、やっていきたいと思います。30連目得点付きお願いします。はい、さあまたもやすっからかんになってしまいました。もうシャイニングホッパーが欲しいからね、ほんと貯蓄を崩して、やりくりしたんですけれども、20連爆死なんでお願いします。ここせーの、ビルドのマークか01のマークが来れば俺の勝ち。ここ頼ます。あははは、ゼクト嘘やん。もうほんとほんとほんと俺ダメだね、ダメな、もうゾーンに入ってるよねこれ。引かんないし、これ引かんないし、これあはははは、ウォズ得点はウォズ星4の、うわー、いらない、全部いらないんじゃない、もしかして、もしかすると本当に、うわー、もうダメだ、年末も差し迫っているというのに、もうこの運気はダメだ、ちょっとお払いに行かないといけない。はい、これはもうダメです。はい、もう今回の動画もう意味わかんない感じになってますけど、結果全体をまとめると、30連引いたけど爆死した、これです。はい、はい、というわけで、しめじアットマークとどめなしの、名前のまま、01でできる限りメダル集めつつ覚醒解放を取っていきたいと思います。ドロップ特攻が欲しかったな、シャイニングホッパーが欲しかったな、というわけでもう今日はこれで終わります。はい、お疲れ様でした。またマルチであったら優しく優しくしてあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。